始まりまで、まあ、無血戦争の第3回というか、第3章の3番目というか、前回の続きですね。赤の秀社ができて、そこで終わってましたけど、今回は、その、次の成長過程で、まず、ウォーゲーミングの成長というふうに書いてますけども、アバロンヒル社が、一回立て直してからの10年間の間で、ゲームアップの方法を増えましたけど。あ、レジュメない人、どうしようか。レジュメは途中からしかないですよ。なんか、取り間違えたかもしれない。11枚が、あ、11ページまである。うん、これ今回で終わんないの、どうせ。終わんないかもしれない。終わらせるつもりもあったんだけど、っていうのは、今日君が見たことやったら次回がすげえつまんないでしょ、なっちゃう。あ、これだ、これ。オッケー、これ。一応、レジュメ的に、今日はウォーゲーミングのステージ、アブラヒル社絡みのところから始まって、ダニガンが出てきて、で、その次はベトナム戦争絡みという。まあまあ、アメリカの現代人、興味がある人は面白いだろうなってとこあるけども、後半は。ベトナム戦争とか全然っていう人にはちょっとつまんなくなっちゃう部分でもあるんですよね。まあいいや。で、まあ、とにかくアバロヒルが再生して10年間の間でゲームが広まったと。広まったって言っても多分アメリカ全体で一番人とかそんなもんじゃないかなというふうに思うんです。まあ、で、当然ながら、文官と軍事のゲームも増えたというふうに書いてますけど、これ多分民間人でしょうね。文官って訳されてますけど。まあ、民間人でしょうね。で、まあ、当然プロの軍事の方も興味を持って、この頃かどうか知らないけど、アメリカの軍人で、何の時に書いてあったのか、なんか、タクセスコなんかに書いて、記事があって書いてあったけど、ICBM の発射基地で勤務してる間、暇なんでゲームをやってましたという。で、もう、同じゲームをやり尽くしたんで、どうたらこうたらみたいなのがあったんですよね。結局、大陸間弾道弾の発射基地ってやることないわけじゃないですか。待機してなきゃいけなくて、ひたすら。まあ、やる効果があったら世界が終わるときなんで。そんなやることを気軽に増やされてもらいたい。おとなしくしてください。その退屈な時間にゲームをやって、やり飽きて、スコードリーダーのシナリオを全部やっちゃったとかね、すごいこと書いてあったんだけど。まあ、とにかくそういう感じで、プロの方もちょっと注目して、やるようになってました。で、ゲーム人口が増えると、当然ながらゲームクラブもできると、あちこちに。で、そうすると今度何ができるかっていうと、機関誌ができるわけですね。1964年にアバロヒルが初めてゲームの、シミュレーションゲームの機関誌のジェネラルを創刊しました。ちょっとね、家でジェネラルどっかないかなと思って、ちょっと探してみたけど出てこなかったんで、ちょっと今日持ってきてません。ジェネラルっていつぐらいまで出てたんですか？アバロヒル潰れるまで。あ、じゃあ本当ギリギリまで。うん。96まであった。ありましたね、確かそれぐらいまで。何部くらい出てたんですか？何部なんだろう。数千部は出てたんです。数千部。もっと出てたでしょうか？多分最盛期は日本でも普通に売ってたから。前共有したシミュレーションゲームガイドブックで、ジェネラルの表紙だと。うん。まだちょうどアクアイア。64はアクアイアの、正式販売したんですよ。あ、引きで。あれ何冊だよ。アクアイアは、どのぐらい出たんだろう ?10 年以上は出てると思うんですよ。歌が違うの、いや、でも、アバロンヒルの一番売ったゲームってハーフミリオンとか言ってるから、多分パンツァーブリッツだと思うんですけど。トリビアはどうだったんだろう。あれ、アバロンヒルが手放したから売ったのか、トリビアは。まあ、その辺の話なんですけど。時期的にまだ後の話です。で、まあ、新しいアバロンヒル社、新たにゲーム制作もしましたと。で、そこでミッドウェイでね、アメリカ、まあ、有名なミッドウェイの戦いをテーマにした、ゲーム界初の空母戦のゲームですね。多分、海戦ゲームのはずじゃないから、空母戦ゲームの。まあ、どんなゲームかっていうと、簡単に言うとレーダー作戦ゲームみたいな、マス目読んで探してなんだけど、それ飛行機飛ばしてっていう風に見立ててるところがなかなか、で当時としては、ああ、これリアルだなと思ったんですけど、うん、で、このゲーム作った時に、アブラヒルのドット社長がたまたま近くに住んでたミッドウェーデンの英雄、マクラスキー少将って人と。たまたま近くに住んでた。たまたまってすごいんだよね。いや、大体どこで見つけたんだよ。たまたま近くに住んでるだけで接触できるのいや、そんなにもよくわかんないけど、まあ、たまたま近くに住んでるカンナ男がいますよ。で、このマクラスキー少将って人、映画のミッドウェーっていう戦争映画あるけど、あれにも出てきますよ。割と有名なんで。バケン機体の、指揮官かなんかだったんじゃないかな、確か爆撃機体の。で、まあ、その人の行為によって、この回線ゲームに情報を与えて、まあ、手直しがされとったので、少しリアルにしたということでしょう。これ、たまたまっ
って、なんかどっから知らなきゃたまたまにならないよね、多分。まあ、近くにも住んでもいたんでしょうけど、それ以外に何かしらあったら、何かしら絶対あるよね、とは思うけど、ピーター・バランス、そういうとこ割と脇甘いんだよね。なんか、退役軍人会みたいなのがいたとか、そういう基礎が多分あるんでしょう、なんか。例えば、まあ、このことがあってからは、アポロヒルの制作に二次資料、要するに交換物だけじゃなくて、一次資料も使用するように、まあ、当然、ミッドウェー海戦の生き残りの人の話聞くと、それ一次資料、まあ、オーラルヒストリーですけど、一次資料になりますからね。確かにそうですね。逆に言うと、だからさっきの、スターニングラードが作った時、アポロヒルまだ結構意外に作ってたんだっていう、実は。まあ、そうか、そうなるんですね。うん、まあ、当然、独創戦のゲームが一次資料手に入るはずもなし、しょうがないんですけど。うん、まあ、ところで、ゼネラルは日本語版が出たようです。日本語版はなかったんじゃないかな、確か。あったのかな。ある。とすると当然ホビージャパンがやってるはずだけど。81年11月に出版されてる。現物を見たことがない。もう私もない。覚えがない。本当に出てた。どこかで見てるはずなのにない。今、澤田さんに送るので、はいはいはい、そこじゃなくて、そこにあげてください。ああ、わかりました。いや、今だと逆にゼネラル欲しいんだけどね、売ってもいないしという。いや、だから、本当に出たのかっていうのは、ここで。まあ、いいや、ちょっと話進めない時間がないから。で、まあ、マクラスキーさんはこの日の顧問になって、技術顧問になったと。でまあ、小説委員になったと。で、まあ、この技術顧問の委員会には、バリの戦いの英雄の、まあ、コーリフ将軍とか、この人もバリの戦いと映画に出てきますね。町囲まれて守ってたんだけど、どういう時に降伏しようって言われて嫌だって言った。まあ、ナッツって言うんだけど、それで有名な人です。あと、まあ、ガダルカナルで戦った海兵隊のディクション大佐とかも加わりました。まあ、やってたんですけど、アバンヒルじゃ歴史的により正確なものを作るって努力が大した成果はなかったと。まあ、あんまりそっちに力入れてなかったというのは当時から有名だった。日本に入ってきた頃から、次に出てくる、ダニガンが作った SPA に比べると、アバンヒルゲーム性重視で作ってるねっていうのは、ファンの間で言われてました。これ書いてないことですけど。で、アメリカでもその争いはあったんですか？いや、アメリカではないんじゃないかな、争いは。日本だとちょっとね、アバンヒル派だ、SP 派だみたいなのはちょっとあったけども。いや、あるのもわかるですね。SPA のゲームひどいから、とにかく、ゲームとして見た場合は、すごいんだけどひどいという。まあ、重いんですね。重いし、ない、これ勝ち負けとか、どころかテストプレイちゃんとやってないだろうっていうのは結構あったんで、でまあとにかく、こうした努力がホビーの将来の発展のためには重要なテーマになってくると。で、ここでダニガンが出てきます。その中でダニガンがこうした航海の中でも重要な水先案内の人になったと。で、まあ1960年代初めにダニガンはアバロンヒル社に手紙を送り、この時完全にだからファンなんですね、ダニガンという。まだ学生ですし、まあ正直迷惑なファンだったんじゃないかと思うんだけど、まあアバロンヒル社に直接手紙書いて、まあここからがまあいわゆるオタクのやってることで、アバロンヒル社のゲームのずさんな、史実的にずさんだっていう批判をわざわざ手紙書いて送ったわけですね。おかしいんじゃないですかってよくある話ですけど、今でも。ずっとこういうのありますよね。絶対趣味の世界にこういうのついて回るという。ラブラフトとかもウィーアードテールズに送ってるわけですよ。なんかこう余計な手紙を送りたがる。なんなんだよ、まあオタクの差があるんでしょうね。今だってそういう人いっぱいいるわけで。で、まあ、1965年まではダニガンはアバロンヒルのトーマス・ルーに会うことはなかった。要するに、まあ、社員ですね、アバロンヒルの。で、ダニガンとショーが出会うことになるのはニューヨークのおもちゃセンターの産業省が初めてだったと。まあ、まともな場所で出会ってるわけですよね。っていうのは、ダニガンが、ショーに会いに来たんじゃなくて、大学のレポートにおもちゃ産業を調べていたことがきっかけで、うん。で、その時に今会場で適当にアバロンヒルの社員見つけて声かけたら、それがトーマス・ショーだったけど、なかなかこう。出てたのが偉いですね。うん。だから今で言ったら、ゲームマーケットとか行って、ブース行って声かけたら、それが、あーって話なんですよ。ゲームマーケットではないですよね、多分。ちょっと違うね。もっと広いわけですよね。おもちゃセンターの産業省だから。おもちゃ省的なあれでしょうね。うん。そうそうそう。東京ゲームショーが違う。ゲームショーでもないですね。違いますね。で、まあ、ダニガンはその会あってか知らないけど、大学のレポートで A を獲得して、で、アバロヒル社からも、ボルチオンに来た時には、ぜひ、我が社を訪問してくださいと誘いを受けたと。まあ、なんか、感触良かったんでしょうね、その時のダニガンの態度が。ていうか、ゲーム詳しい人が良かったじゃないですか。とりあえずゲーム詳しくて、経済なんとかやれそうな人は全部入れたいみたいな感じもあったんでしょうね。そうでしょうね。
なんだけど、ダイヤはその後1年間アマチュアだったと、ですね、そのアマチュアでいた期間、要するにまだ大学卒業してなかったってことでしょうけど、うん、その間、歴史好きな友人のビッグマデハと、まあ、第二次大戦の記事を調べて、それをカンプという、まあ、ドイツ語で戦いっていいんですけど、またなんか、またちょっと危ないオタクの匂いがするんです。ちなみに、マインカンプっていうと、我が闘争ですかね、有名な。この時期のそのウォーゲーマーの立ちの悪さって、ね、やっぱり出てますよね、なんかこれ。これやっぱり日本でウォーゲーマー紹介したとき、朝日新聞が噛みついちゃって分かるような気がする、今になると。朝日新聞攻めらんないですよ、やっぱりこれ。こ、うん、の頃はちょっと朝日しょうがねえなと思ってたけど、やっぱ今になってね、大人になると。だから、今のウォーゲーマーのなんていうか、こう、高校野みたいな人たちばっかりを想像してはいけないですよ。そうですね。高校野だってネット読みたんですよ。まあ、いっぱいいますけど。まあ、要するにこれ、ダイナーさんも一歩間違ったらネット読みだったんだね、という。いや、まあそうですね。踏みともとあってよかったですね。うん、でまあ、要するに同人活動してたわけですね。一年間、アボロヒルに行かないで誘いあったのに。この時何歳ぐらい？27歳でしょ、大学生だから。若かったですね。22、3歳じゃないかな。この後、このすぐ後に、名前が急にどうでした、シロサクソンと出会ってますよね。うん、あれって言ったなんで、どういうきっかけだったんですか、確かその辺の話も、この後の後のパラグラフで出てくる。今回は触れないけど、SPI の話がボンとあるんで。はい、雑誌に書いてますもんね、シロサクソン。でもいいや。同人活動のリサーチのためにワシントンに行ってっていうことは多分議会図書館に行ったんでしょう。で、その機能にボルチアマンによって初めてアブロンヒルシに訪れたと。完全にただのオタクじゃないかという、この。でね、アバロンヒルに行った時に、ロバート・シェア第2がに、ジェットロボット会社になんか、君詳しいかねみたいなこと言ったんですよ。で、実は第2が全然詳しくなかったんだけど、ちょっと、ジッタランド会社のゲーム作ってくれないと言われて、まあ、気軽に、ああ、作りますって、この答えでしょうね。このいい加減さが。ただ、この辺ね、パーラーさんこういう掛け合いするちょっと怪しいんじゃないかなと私は実は思ってるんですが。だから、ダイガン自身が本当のこと言ってないでしょ、みたいな。ああ、まあ確かに、ダイガン自身をソースにすると、ちょっと歪むこともあるのかもしれないですね。何が全然この、まあ、今だって普通に生きてるんで、全然まあ、インタビューすれば答えてはくれるでしょうけど。うん、もう今、軍事研究評論家になっちゃったので。で、まあ、ダニアンこの時に自分の歴史研究と事業の販売分野、さっきの産業大学の研究ですね。そっちのこう、洞察だって書いてあるけど、まあ、そっちの方が評価されたんだなと、勝手に思ってました。で、かたや、勧誘した翔さんの方は、デザインしてもらえる計画をもらえるんだけど、質問攻めで厄介者されない程度に、あばの日のこと聞いてきたから、まあ仕事与えたよと。まあ、会社も素人だし、何がオタクだしっていうような、そんな程度の産業だったわけですね。で、ただこのダニガンの件っていうのはエポックメイキングで、ウォーゲームプレイヤーからゲームが得られる歴史を学ぶものとしての発展の、要するに未来性がここでゲームのできたんだよとパーラさんは言ってます。まあ実際日本でもウォーゲームから入って、大学の資格科行ってなんて人いますから何人か。間違ってはいないと思うんですよ、これ。アメリカの軍だともっといっぱいいるし。で、まあプレイヤーがゲーム経験から問題意識を発生させるようになったと。岸田伸幸さんっていう人が、うん、倉原さんのツイートを本に書いてもらいましたけど、うん、今、なんだっけ、新潟の大学の事業創造大学院大学そのもんだですけど、こう、タクテクスに書いてますね。うん、重いビッグゲームの翻訳を触らせるかな、うん。大学の先生ってビッグゲームが好きなんですかいや、ああいう凝ったもの好きなんじゃない、うん、やっぱり、性格的に。まあ、でまあ、トマス・ショーとダニガンの契約は、アボロヒル社だ最初の自由契約のゲームデザインだったと。うん、まあ、だからフリーでゲームデザインしてよっていう、初めがここだったんでしょう。それまではアボロヒル社って、うちの人たちだけでやってましたから、おそらく。うんうん、外部委託で、でも自由契約で、ゲームを単独で作ってくれっていうのは初めてじゃないかっていうか。逆に言うと会社内じゃないっていう結構他のゲーム業界でも珍しいかもしれないですね。それこそ 3M 以前だとほぼ聞かないんじゃないかな。そのはっきりと作者がクレジットされている。うん、てかまあ、それこそ、まあ何回も繰り返しますけど、ウォーゲームからも監修じゃないですか、その作者のクレジットっていうのは。うん、3M でもまあちょっとはあったけど、うん、ほとんど意識はされてないはずで、少なくとも出た当初は。あの
オセロみたいに持ち込みだったんだけど実はみたいな話も出ちゃうわけですよ、ね。まあ、発明家っていうスタイルはまたちょっと話が変わってきますよね。パテント自分で取ってそれで出すみたいな、うん、ただここで思ってるだからシミュレーションゲームってアメリカにおいては出版物なんですよね。アブロヒルが最初本屋通して売ってるってのもあるし、うん、だからこの辺でその、そのゲームっていうものがやっぱインベンターシップのものからオーサーシップのものに変わってきてるっていう感じ、うん、そんな感じですね。まさに近代の産物としか言いようがないわけだね。で、まあ、1967年、九段のジットランドが発売されましたと。あ、次、ジットランドってこれ、字が変化ミスになってる。実はこれね、やればわかる。回線のミニチュアゲームにすごく似てるっていうか、実際、紙のコマ使ったミニチュアゲームなんですよ、要するに。そこで私がさっき言ったダニが本当に詳しくなかったってどうなのっていうのがあるんですよね。ぼかしてるっていうのは、要するにアイデアパクったでしょっていう。で、この本には書いてないけど、前、大昔タクテクスで確か読んだんだけど、アバンヒル社の割と古い時代のこと書いてある連載記事があって、ダニガンが他のゲームを本来作るはずだったんやけど、それが間に合わなくて、頼んでなかったジットランド持ってきたみたいなこと書いてあったんですよね。だからこの辺ちょっといろいろ深掘りすると面白いかもしれません。ミニチュアゲームってのはイギリスのフェザーストーンとかその辺の人たちも、うん、もう この本の最初の方でも紹介してる、ね、あんな感じの。だからここでパーラさん書いてるような知らないうちにミニチュアゲームを大恥を模倣したゲームかどうかっていう言い方はかなり怪しいんですよ。そんなことないんじゃないのみたいな感じ。しかもワシントンでいろいろなんかリサーチしたっていうのがあるから。あ、そうだ。で、それこそ、ガイアックスが回線ゲーム出したって完全に同時期ですよね、うん、多分。しかもですね、ワシントンで、ね、リサーチしたら当然、全海軍年間の古いやつ見てるはずで、そうするとゲームの、ミニチュアゲームの広告とかついてるんで、うん、何がしか絶対把握してるんですよ。うん、という怪しげなところは本当はあります。うん、本には書いてませんけど。で、これはウォーゲームにしたら珍しくゲーム版が必要ないという。ゲーム版がない代わりに、作的マップっていうのがついてて。あ、メニューのはないっていう。うん。こういう、まあ、あれだったら写真撮ってなると思う。プレイヤーシートがある。そこに鉛筆でもボールペンでも何でもいいんだけど、プロットしてって位置を表して、お互い見せないようにして自分がどこ探しますよっていうのを読み上げて、大体それで推定してっていうような。完全にだからバトルシップスタイル。そうそうそう。でこれ実際やとね、見つかんないんですよ。永遠と当たらない。あとで見ると同じとこ交差してんじゃないかとか、そういうのがあったりして困るんだけど、まあ、そんなんでも商品ができちゃった時代なんですね。で、あと、画期的なことだって言ってくれた、4色釣りを初めて採用しましたって。どんだけ、まあ確かにさっきのはね、2色釣りぐらいな感じ。なんかね、アバロヒルの話で、時々この4色釣りの話が出てくるんですよ。なんか、タクティクスの、アラン・ムーンかなんかのインタビューでも、なんか4色釣りが大変でね、みたいなのを、なんか永遠に語ってるのを見た記憶がある。そんなに大変なんだ。いや、もう、コストかかりますからね。半増えるわけだから。まあ、自動な回線をテーマとしたこの時は2つのレベルで構成されている。1つは今言った索敵段階。要するに、地図使って、位置プロットして探してくれる。で、今度は、2つ目は敵、味方が同じところに入ったら、つまり接触したら回線がテーブルとかの上でミニチュアゲームっぽくやると。結構面白いです。やったことは随分ありましたけど。ツーマップ製の。うん。というゲームでした。潜水艦ゲームやってるときはちょっと合わないけど、うん、でやったらなんかでかいところで、そう。ドカンっていう。あれ、倉橋さんのなんかごめんの写真もしたんでね、アメリカの海軍大学でこうそういうやつやってるやつも。で、まあ、著者のパーラー氏も大学生時代にこの回線ゲームを学生見放題でプレイした。だけど、その時に、注目されたけど、注目されたって言い方、すごい綺麗な言い方だけど、ね、こいつら何やってんだって、目で。邪魔や、邪魔や。そうそう。で、非難を浴びたって言うから多分そういうことなんでしょう。まあ、典型的な大学生心理です。しかも迷惑だね。まあ、大学のサークルだから許されるんだろうな、という。まあ、大学の中でやる分には許されるんですよ。うん。学生連盟ホールなんかでやるんだよ、という。で、まあ、このプレイはことごとさらに、時間がかかって広い場所が必要なので、あまり売れなかったと。うん。ただ評判が良かったというふうに書いてます。で、この評判がいいからって、つながりがよくわかんないんで、この評判の良さからアバネシアは次の年1914、まあ、1940ですね、に、第一大戦、世界初の第一大戦ゲームを出版しましたと。うん、で、これ、第一大戦の最初の方のヨーロッパの戦いを、いわゆるシュレイフェンプランとかをやれるゲームです。
で、ダニがこのゲームの初めてゲームがステップロスするという。それ、駒の、これ今の RP じゃなくても何でも使ってるけど、要するに駒の耐久値がだん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 減ってて、最後ゼロになったら死んじゃうっていうあのシステムですね。で、この時は駒1個だから裏表で2段階しかなかったんですけど、まあそういうシステム初めて採用しましたと。あと、西部戦線テーマのこのゲームで、ドイツ軍が東部戦線にどんだけ兵力を回すことができるかっていう、うん。そういうところを勝利上限にして入れてますと。このゲームは当時最も普通なゲームだったんですけど、売り上げ大成功だったと。まあ、それだけゲーム進化してたってことですよね、という。で、これも次のアバノン、アブラヒルド大岩の共同企画に比べたら、当時に高いものでしたと。それが何かっていうと、1969年に出たタックフォース3、直訳すると戦術部隊3ですけど、まあ、第3戦術部隊とか言った方がいいのかな。初の陸戦戦術級ゲーム。それは今までのゲームってすごい規模の大きい、師団と師団がぶつかるみたいな、あるいは国と国の戦いみたいなもんだったけど、初めて戦場のあの、戦車と戦車とか、戦車と歩兵の戦いなんかを、表したもんです。で、このゲーム、実は注目すべきところが、1台対1台みたいな戦いじゃないんですよね。要するに、小隊とか中隊の、つまり部下が50人とか100人ぐらい、指揮官の目線で戦うゲームを作ったと。で、それがパンツァーブリッジという。今度はいいや、さっき。で、タックフォース3が、プロジェクト名で、発売時のタイトルがパンツァーブリッジ。うん、出した時はパンツァーブリッジという、うん、このルールブックです。パンツァーブリッジは、まあ、大変有名なゲームです。まあ、大ゲームの歴史で多分1、2を争うぐらい。パンターブリッツのジャケットはみんな見たことある。そうですね、あれかっこいいですね、パンターブリッツの。あれはいいデザインだよね。なったり効いてるし、うん。そうそうそう、いかにも、いかにもって。パッケージだったらボードゲーム美術史には残ると思いますよ。うん、これ、東武戦線でしたっけ？これ、東武戦線です。本当にかっこいい。これね、東武戦線を使ってることも意味あるんだけどね。それがマップです。さっき。まあ、あの理由はそこそこデザインセンスは、はい、いい時はかなりいいんですけど、ね、それにしてもこれは素晴らしい。あの、ウォーゲーム、シミュレーションゲーム入門によると、アカデミックな雰囲気があるらしいです。あ、まあ、わからんではないです。わかんないこと。少しクールなんですよね、うん、その。まあ、この1970年代、このゲームはウォーゲーミングホビーの中を、ウォーゲーミングってホビーを後戻りできないほど変えちゃったと。バカ売れしたんですよね。まあ、売れたし、やっぱり、さっき言った、クールな、スタイリッシュな感じがあったんですよ。すごい書き込み。で、これはいわゆる、属でもありません。で、さっき言った駒を並べるんだけど、ちょっとこれを、レジュメ読みますけど、地形を表す地図版、それですね。要は、架空の地図版なんだけど、見事に地形再現した地図版を採用してて、これ悲惨な本当に恐ろしいゲーム、クリクスピル時代から使ってたけども、あの、前にやりましたよね。なんか、何色のマス目や盛り上がらしてるとか、そういう時代からあったけど、これだけ進化したわけですよ。マジでこれ地図じゃんっていう感じ。ちゃんと地図を書こうとしている。うん。書かれている。で、これはパンツァブリッツ以降はこういう地図を使うのが当たり前になっちゃったと。戦術級ゲームで。で、カウンターも、まあ、セクシーだと書いてますけど、初めてシルエットを入れるんですよ。なんかバッテンとかじゃなくて。そう。歩兵なんかはいわゆるバッテンだけど、戦車とかは本当にもう、見る人が見ると、あ、何の戦車だって分かるような形で。で、駒も大きくなったと、今までより。で、そこにタイガーだの T34 って書いてあるから、まあ、プレイは神秘さんに魅了されたんだけど、カラさんこう言ったけど、要するにあんたマニアでしょっていう。要するに戦車とか好きな男の子は確かにこれ惹かれるよね、という。まあ、演出が入ったわけですね。そうですね。一言で言えば。で、まあ、プレイヤーの立場も遠くから見てる将軍じゃなくて、個人の近接戦と近くの戦闘のレベル、要するに小隊長ぐらいの規模で、の目線で。だからこれ、ルールブック読むと、自分のターン5分で終わらせるとか、そういう書いてあるんですよね。うん。じっくり考えると、それおかしいからみたいなことが。なるべくそう、急いで考えなきゃいけないということをやりなさい。タイマー持ってきて。うん。で、まあ、ここで、ダニガの最初の活動はここで一回切ります。まあ、不幸なことに、要するにこの時期ですね、地球の反対側
で、同じ筋書きの事件がアメリカ製のゲーム版の上じゃなくて、東南アジアの稲作地帯で行われている。要するにベトナム戦争の時代なんですよと。あ、なんか時間あるからベトナム戦争パートもやっちゃうかな。あと5枚なんで。で、ベトナム戦争が始まると大ゲームが衰退期に入ります。日本じゃピンとこないでしょうけど。あ、そうなんですね。うん、それちょっと始まってもないですね。うん、ブームだってベトナム戦争終わった後ですから、日本で。終わるぐらい。まあ、ある意味は変なタイミングで日本に入ってきちゃったよね、って思うけど。まあ、第一次大戦が全海軍年間のゲームを教えに絞らせたり、第二次大戦がフラットのやっぱり回想のゲームを古いものにしちゃったのと同じように、1960年代から70年代の、アメリカが実際戦ってるの65年から、最後の関連から75年かな。あの時の実況中継すごかったけどね。あ、そうなんですか。うん。いやもう NHK のアナウンサーとか現地行って、いや、解放軍がもう東京で行ったら三鷹のあたりまで来てますから。あの頃のマスコミすごい実況中継してたから、本当に。もう戦車がこの辺に来てますみたいに。今のマスコミそんな度胸ないもんね。まあ、ベトナム戦争はホビーとゲームの両方に大きな影響を与えたと。まあ、これ当然アメリカに限られますよ。この話は。プロの方のゲーム、永遠やった海軍のやつとかありましたけど、そういった軍事ゲームはアマチュアの作品のキングオブザヒルとほとんど同じだと。ね、キングオブザヒルって別にゲームがあるわけじゃないらしいで、テレビ番組のタイトルだったりするみたいだけど、要するに砂の山みたいな意味で。まあだから、砂上の楼閣的な意味合いなんじゃないかなと思います、日本語にするとあえて。これ、キングオブザヒルってパンと出されたって、でも全然わからないと言いたいことが。なんかね、英語の辞書を引くと、Y 字とか、英語字に引くと、小山の大将とかそのような役あるから、まあまあ、あんまりいい意味で使ってないのは間違いないです。で、ベトナム戦争を耐久するためにプレイした多くのゲーム、これプロのゲームですね。広く知られるようにって、日本じゃ誰も知らないですけど。広く知られてるのかな、本当にアメリカと広く知られてるのかな、君を言ってこう誘導した。要するに誤った方向に誘導しちゃったよと。プロの政治軍事ゲームをしたのもキングオブザヒルであったっていう。そういうことですね。要するに批判してるわけですよ、パーラーの。で、まあ核戦争の問題で探求するようなプロのアナリストが使ったゲームとかシミュレーションというのは多くの人に無情で悪い後味を与え、つまりなんか嫌なことやってんなってイメージを与えてしまったと。ニュークリアボーってこれの批判なんですか。多分そうでしょうね、あれ。ニュークリアウォーはでもまあ、このもうちょっと後ですね、その、題材自体も、いや、核の話、あ、でもまあ時代的にはそんな変わらない。時代的にはだから、これがあって、いわゆる総合核張破壊戦略というのがあって、それの批判としてだから、あれ、真面目に受け取ってるゲームもいるから困るんだけどね。あれは冗談ゲームですから。あ、ニュークリアウォーってそうなんですか、運営なんですか。ちょっと僕調べた記憶があるけど、あんまりなんか軍人感もないキャラの人ですで、まあ、人々に悪い印象を与えたと。で、まあ、そのストレンジ・ウィアンを嫌悪させたと。で、ゲーミングの方はそれを取り入れた文化も含めて、評判も退調していってしまったと。要するに評判落ちたわけですよね、ゲーム自体が。これは文化なんでしょうね、これは文化ですね、ここはもう間違いなく。ただ、アメリカの役所の文官ってちょっと日本と違って、ね、要するに外部からの一般人も入ってきちゃったりするんで。シンクタンクと役所を行ったり来たりするみたいな。日本だと勝ってるわけちゃうじゃないですか、役所は役所で。諮問委員会が意見聞きますぐらいのことはやるけど。で、あとその1960年代に焦点になったゲームっていうのは、プロのゲームっていうのは、核戦争の恐れだったと。アメリカが特殊なのかな、なんか一体一体って、あんまり他の国でもアメリカ特殊でしょうね。聞かないじゃないですか、うん。どっちかっていうと役所は役所っていうキャリアの方が普通なですよね、他の国でも。で、まあ、アイゼンハワー大統領の時代に、米ソ核戦争能力追考の評価実験のためにランド研究所、これは前にも出てきましたね。うん、たまにしばしば出てきます。航空戦闘のモデルを採用したのが始まりだったと。意外と遅いんですよね。核戦争のゲームってどうしようって、プロもゲームで試してみるってやりだしたの。60年代だから。そっか、ここで60年代でポンと出てますけど、キューバ危機の時ですね。要するに。アイデアハワ政権だから、そのちょい前の頃ですけどね。キューバ危機がケネディですから。うん、で、まあ、1955年の夏にマックスウェルの空軍大学で赤軍青軍対抗。これはまあ、昔のゲーム、シミュレーションのお決まりですね。赤と青で分かれるって、あんまり意味はないんですけど。日本で言ったら白黒ってことなんですけども。赤、白、赤と近い。そんなとこですね。それが、ヨーロッパとこだと赤青になっちゃう。リック・ルーミスは、海軍士官で、出身で、
60年代からウォーゲーム、ディプロマシー、郵便で遊んでいた。元軍人があんななんかふざけたゲーム会社元軍人だからかもしれない、日本じゃ考えられないですけどね。フライングバッファローってなんかクイーンズブレードを自分のブースで平然と売ってましたからね。それはエッセンじゃなくてエッセンですエッセン、エッセン。あ、なんかリアルリビングストーンがデストラップダンジョンに激怒していた一方はい、それよく言われますよね。はい、まあいいや。それで空軍大学でやったこのゲームでは海軍機動部隊の攻撃防御は省かれてましたと。でそういったデザインで評価を落としましたと。これもね、ピーター・パラがあっさり書いてるんですけど、いろいろ背景はおそらくあるんですよ、うんうんうん、フォレスタル事件って書いてあるけど、ちょっと触れると核戦力がめぐってアメリカ海軍とアメリカ軍部ですごい対立するわけですね。予算獲得もあって、うんうんうん、でフォレスタルの海軍長官は日本で言ったらなんだろう、海軍大臣とでもいいのかな、なんですけども、この時にアメリカ空軍と海軍がだから金の取り合いで大喧嘩してて、挙句にフォレスタルさん心身症になって自殺しちゃうんですね。うん、日本の役所みたいな人です。いや、役所ってだからどこもそうなんでしょう。だからあの赤木さんみたいなもんでしょ。うん、うん、おそらくそういうことが影を落としてるのは間違いないと思います、これ。で空軍としては海軍なんか知らねえよって、てか海軍が核戦略に関わっちゃ困るんですよ、うん、空軍は。お前らそんなことやんなくていいから、核の関係は全部うちでやるからっていう立場なので。いや、しかも国防長官なぜ死んだのか、帯に太田隆一君また進むなんと、で、まあ、すごいな、このシミュレーションやってみた結果ですが、当たり前なんだけど核の応酬による後輩の可能性を示しましたって、それやんなきゃ分かんねえのかよっていう。まあでもやってみるって確かに大事なことですけどね。でまあ、上級官僚がゲームにおける過ちに気づかずに大ゲームの結果によって誤って導かれてしまうことがあることも示していたところでは、うん、まあ荒廃しちゃったわけですからね。でまあ1960年代の核戦争ゲームはソ連に対するアメリカ軍の対数統合計画のため、ソ連がどのような兵器を使用するかを推定して、赤統合戦略計画との総合作用で展開されたと。例によって何の説明もしてくれ、パラパラパラっと書かれるんでよくわかんないっていうのは、要するにソ連がどんな兵器使ってどんな兵器か推定したいからシリアにやってましたよ的なことで、まあそれを最終的に、まあ、赤ってこれレッドだから要するに危機事態って意味なんですけど、その統合戦略計画を作るのにシリアしてったってことなんですが、こっちはゲームプレイスでほとんど出さなくてコンピューターでやってましたと、うん、要するにコンピューもうこの時代からコンピューターシミュレーション結構やってたんですよ、アメリカできたのかなという、ちゃんとちょっと気にはなります。で調達計画は要するに兵器買いたいよっていう側ですね、軍隊のは政府戦略と戦略の評価という別のランドゲームをやってました。これランドが関わってるゲームですね。だからこれもだからね、シミュレーションって言うと聞こえいいんだけどかなり怪しいんですよね。予算が欲しいためにシミュレーションやって、それちゃんとシミュレーションしてるのっていう話になるんで、邪念がある。邪念はあるはずなんですよ。でもアイゼンハワーの次のジョンソン政権時代に多くの統合参謀の本部のゲームが、南ベトナムの状況を対処して行われましたと。でその中にはシグマ I-64、 あのこれ秘密の爆撃作戦のコード名ですけど、なんかもありましたと。あのこれを見ると分かるの、パーラさん意外とねアメリカ軍のやってることに批判的なんだけど、やっぱりベトナムが絡んじゃうと、いや何変なことやったんだよって言いたい感じはあります。あと北ベトナム侵攻に対しては秘密作戦とか、これ実際やってないですけどね、シミュレーションしてみたと。で国務次官補がパイロットを通じて、つまりパイロットが例えば撃墜されて捕虜になっちゃった場合、秘密作戦結果バレるとまずいという非常に当たり前のことを危惧したわけです。実際あの U2 っていう偵察機がソ連の領内に上空飛んでて落とされちゃって捕虜になってどの子の事件ありましたから、この頃危惧するのも当然なんですが、でシグマ I-64 の4ヶ月後にトンキアン事件が起こりました。これはアメリカがベトナム戦争に介入するきっかけなんですが、要するにアメリカ海軍の船が駆逐艦だったっけな、北ベトナムの鼻毛なんかフルフルしてた時に北ベトナムの魚雷艇が襲撃してきたという話を報告を出したんですね。実は嘘なんですけど、そもそもそれ以前になんでアメリカの駆逐艦がそんなとこいるんだとかいう話は置いといて、まあ、とにかくそういう事件があってベトナム戦争に介入しました、アメリカは。そこにいたらもうすでに介入してると見なされてもいいみたいな感じですよ。そうなんですね。それこれマッチポンプでやってたんですよ。まあこれは調べると多分すぐネットで出てくると思うんで、興味のある方は調べてください。でこのトンキャン事件の1ヶ月後、今度はシグマ2の方を実施しましたと。
このゲームでは政治レベルで戦術核の使用の可否が試されたり、中国が出てくるかどうかの可能性が試されたり、アメリカ軍どんくらい動員するかなんかが論じられましたと。実現しなくてよかったですね。戦術核の使用とか。まあでもこんなことがあるから、日本が核拡散防止条約で核持ち込ませないとか言い出すんですけどね、実は。アメリカ軍使うとやばいよなというのは、本当に当時の政治家には頭にあったと思います。そうです。確かに。本当に正気か若干疑うところがあったわけです。で、まあ、このシミュレーションゲームで、青側、米軍プレイヤーが考えた事故は実際にの戦争でも現れたと一部ですけど、米軍部隊の投入拡大とか、北爆ね、ハノイ爆撃したりは本当に行われました。ただ、このシグマっていうシミュレーションは、後半にわたる状況がどうなるか見ることはできたけど、より狭い焦点、つまり実際の、地上でのことは分からなかったと。うん、シミュレーションってまあそういうもんなんですけど、まあ、大量の低レベル、これ、レベルが低い意味じゃなくて、次元が低い、もっと、小舞台の話のゲーミングは60年代、70年代に分析とゲーミングを行ったというふうに書いてます。まあ、実際いろいろやったと思いますけど、で、まあ、いろんな研究会があって、実行されまして、でゲーミングとか、まあ、その他のシアタースピードのレースも、まあ、RPG 形式だったら、シミュレーションの冷戦モデルは、軍事と非軍事の間の秩序だった環境をもたらすためにデザインされたと。で、情報とか軍事とかロジスティックスモデル、まあ補給ですね。っていったものをコンピューター施設にぶち込んでやってみたと。で、それを政治的な変化を決定するような端末モデルとして結合させたと。経済、政治、心理、社会とかって入ったのがなかなか画期的ではあるんですけども。で、このシミュレーションは安全保障し、その地域の経済的、社会的発展に貢献することで政治的権威、まあ、敵味方の政治的権威です。ためにその地域の人の支援を得る。言い換えればアメリカの平和工作、平定工作ですが、これ、今は一般的にパシフィケーションって言われてます。イラクなんかでやってます。安定化作戦とかこれですね。要するにそこに住んでる人間の身、なんていうかな、指示を取り付けるようなことをやらなきゃまずいよねという。イラクではちゃんとやってるんですね、こういうこと。とてもやってるようには見えなかったけど、そうだったんだ、うん。といったことを、だから、それが欠点だって分かることを、分かるようになった過程を得ることを目的として作られたと、うんうん、そういうこと大事なんじゃないっていうこと、ベトナムで初めて、まあ実際そういった負けてるわけで。うん、で、パラソンは皮肉が入りますけど、悪いことはこのモデルは政治的、心理的、社会、心理学的分野の軍事と非軍事の影響力と効果を表すのに2位の数字を割り当てていたと。要するに2位って言うと綺麗だけど、適当に数字割り振ったと。それをシミュレーションと言っていいのかどうかというのは非常に問題なんです。ランダムに振った、まあまあ、仮定が置けない場合はしゃあないっちゃしゃあないんだけど、しゃあないんだけど、これはだけど役所が人騙すときによく使いますよね。数値データに基づいてます。はいはいはい、って言って、その数値データどうやって取っサンプル取ったんですかと、いや、それはで、ね、ごにょごにょごにょになっちゃったら、だいたいこういうことです。役所に限らず、シミュレーションのなんていうか悪用の典型的なやつですよね。ね、原理的にそういう欠点が、まあ、シミュレーションもそうだし、分析モデルもそうですね。インプットの数字を動かすと、なんか素敵な数字ができるって。で、まあ、こういったゲームが東南アジアのアメリカの軍事政治の挫折を防止できなかったのは驚くには当たらない。つまり、ちゃんとシミュレーションやってないんだから、ちゃんとした結果得られるわけないじゃんって、パーラさんは言いたいわけですね。ただ、ベトナム戦時代のゲームと、その強気の分析、ゲームから得る。これらが、影響を与えた可能性について、1968年に批評家のアンドリュー・ウィルソンの言葉があって、インで引用しています。まあ、アメリカ軍の計画が東南アジアにおいて最って、ひでえ言い方してるけども。東南アジアにおいて最後なんだよ、わかんないけど。まあ、68年ですから。いや、ていうか、こういう感覚だから負けたんだけどねって言いたいんだけど、最終的に正しさを立証することができなかったことを人は信じただろうかと私は自問した。要するになんでこんなになっちゃうのか自問したってことですね。でまあ、7週間後には私はベトナム非武装地帯の近くのアメリカ海兵隊の作戦の場にいた。これは実は有名な 北ベトナムのテト合戦の時の決算攻撃の場所にいたってことなんですが、もしこの本を訳す人がいたらこういうところ非常に注意してほしいところです。うん、パーラさんアメリカ人に分かってるってことが書いてるんで、日本人なんだら全然意味わかんないからっていうのがいっぱいあるんで。でも私はこれまでも戦闘に関するウォーゲームの教科を見ており、いくつかのものは十分かつて季節に学ばれたことは認めなければならないと。なんだけども、まあ、その後ちょっと戦争の描写が延々続くんで、中略で省いてますが、市民の死傷者の数とか国土の疲弊状態とか、
増加していく難民の問題とか、最後における堕落と大敗、これ本当にひどかったんですね、うん、あのどうひどいかと気になる人は映画のなんだっけあれディアハンターか、うん、あれ見るとなんとかひでえだって分かりますから、うん、ただあの映画あんまり私好きじゃありません、うん、いろんな意味で、まあ、それを見たときにアメリカのうちって道徳的なあるいは戦略的な罠、勝利でさえも救出できなかったこと大きさを私は見たと。でここにはいかなる大ゲームもこれまで考慮したことがないしなかったし、またおそらくこれからも絶対に考慮しえない要因が、てか考慮できない要因というべきでしょうね。人の心の中ってそんな簡単に数値化でしてモデル化できるのかっていう問題あるんで、それらの、まあ、生命と財産、まあ、人命と財産の価値とか同盟国を失うこととか軍事的無気力が現れていることなんかはってことですね。つまりいやだってデニーロのやつでしたね。そうそう、デニーロのやつ、しかしあれまあめちゃくちゃ胸くそ悪い映画だったんだけどね。でまあアメリカ人の国家対決とかアメリカ人の世界に対する影響を見落としたこともあって、その結果は数年間の間にじわじわ浸透して、要するにだんだんアメリカ大敗してご存知に負けていくということですけども、これをただリアルに見てない、見てないっていうか、あの同時代人じゃないとちょっとこれ分かんないんじゃないかなって気もしないではないです。私あの頃小学生だったのかな、なんかやばいなっていうのは、テレビ番組とか見てても分かってたんで。で、まあ、JCS、まあ、統合参謀部ですね、ロールプレイは避けられたと、退けられたっていう意味でね、これ。で、分析的なゲームでは人間プレイの役割は減少したと、なんかこれ、反省してないだろうって気がするんだけども、いや、人的要素で負けたんじゃないのと。これはベタのソータの潜在的な紛争地点の戦闘についてプレイされた多くのゲームで示されたと。で、これは当然自己欺瞞的傾向に組みしてしまったと。で、最初からゲーミングをやるのは相対する知力の緊張とプレイヤーの闘争本能に価値を満たしてしまったと。で、まあ、ここちょっとゲーマーらしいことを書いてみます。ゲームでプレイを頼まれるとそのプレイヤーゲームに勝つために現実世界での、でも味方の人間を打ち負かそうとしても、あ、現実世界では味方である人間をそもそも侵略者の対戦相手だから打ち負かすことに力を注いちゃうということですね。これ、まあ、こういった状況は一方で非常に洞察力のあるゲームにはなるんですが、本気でやるから。で、JC 統合参謀本部のアプリではこういったことを除外してしまって、知恵と理性的な実行者の理論の指令の限界を受けて十分に考えされることを重視したと。要するにより論理的に考えることをしてくださいみたいなことを言ってたわけですね。ただ実際の闘争って違うんじゃないというのはあったわけです。で、実際のゲームをやると人は怒ったり混乱したり時間に圧迫された時のように不合理に行動すると。少なくとも他者からは不合理な行動しているように見えるよねってことをやってしまいますと。で、いくつかの非ロールプレイング的ゲームはこれなら圧迫と味方を排除して、つまり人間って追い込まれると合理的じゃない判断しちゃってるってことをありえないっていうふうに考えちゃったわけですね。で、プレイヤー実生活の同僚を困らせることを喜ぶとか実は多いというふうに言ってます。まあ、なんかわかるんですけどね。同僚が困らせる方見たいよね、みたいなゲームやってるときに。でも、オーゲーミングとシミュレーションのプロの支持者たちは、その技法の長所と短所の注意深いバランスの取れた見方を示そうとしてましたと。で、これは、まあ、ホースラスとしてですけど、限界ある程度減ったけども解消はできなかったと。っていうのは、戦争と、戦いと戦争の過程については人間の理解が不完全で不適切なもんだからしょうがないってことなんですが、これは多分今でも付きまとってるでしょう。AI で戦争が代替できるかみたいな話もありますけど、今。で、まあ、シミュレーションモデルを OG も実際の戦闘状況に含まれる要素の全てに照らして不完全なものだった。それはそうですよね。いくら作り上げてベトナム戦争の戦いを再現しても、ベトナムの異常な暑さとかは再現できないわけで、普通には。まあ、やろうと思えばできるんでしょうね。つまり、シミュレーションにはなってるけども、それ完全な再現は絶対にできないよねという、ね、シミュレーションゲームに常についてまとわる、まあ、付きまとうことはもう、ここで明らかになったわけです。で、まあ、いろいろありますが、防衛関係の関係者、防衛関係の内外の関係者、まあ、プロのゲーマーも含めてですけど、その大多数は自分たちお気に入りを実証するために、つまり、どうやって勝つかを実証するために、世界をその比喩に導こうとする狂った科学者だと、要するにマッドサイエンティストですね、と思われていたと。まあこれだから、ベタの戦争ねえけど、ゲームなんかやってみて、ちょっとおかしいんじゃないっていうふうに思われてたと、パーラさんは言ってるわけです。ていうか、実感なんでしょうね、パーラさん、同時代人は。同時代ですね。うん。で、ウィルソンの調査に人や社会全体を死に至らしめる退屈なくだらない方法であるゲームの外役を批判していることが、それによく表れていると。パーラさんは言ってます。
まあ、退屈でくだらない方かどうか私は何とも言いませんけど。で、まあ、こんなことがあるんで、ホビーとしてのウォーゲーミングは、つまりウォーゲームはベトナム戦争時代に危機を自覚するようになりましたと。まあ、何かっていうと、午後の時間を過ごすために刺激的で面白い方法として、ウォーゲームを使うのは、要するに賛美するって書いてますけど、この趣味の顧客である若い人の奥にふさわしいとは思われなかった。そりゃそうですよね。ベトナムで同世代人が戦死してるときに戦争ゲームを受けることは難しいという。まあ、なかなかそれはそうでしょうね。うん、これね、なんかスネーク・マンショーとか言うんで、これ、こういった感じで皮肉を、まあゲームじゃないけど、うん、ベトナムは実況中継がないから皮肉をやってるラジオドラマじゃない、ラジオコメディがありましたけどね。うん、小林克也とかで、うん。まあスネーク・マンショーまああってもおかしくないから。確かあった。インタビューして実際に言ってて、うん、設定で、今どんな感じですかとか戦場で聞いてしまうという。うん非常に立つの悪いことがありました。で、まあ、ゲーマーの中にプレスなミニチュア限定に留めた人がいましたと。ちょうどこの頃はオーハンマーとか出るようなきっかけですよね。うん、ああ、現代風じゃない。現代風のものよりも古く感じた時代。まあ、この前の多くはまだナポレオン時代とかなんですけど。うん、で、ミニチュアっていうのはそれ自体が非常に綺麗に作るという、模型作るっていうメリットがあるんで、まあ実際、そっちの方に趣味、興味がいっちゃう人もいたと。で、まあ、さまざまな武器とか船を本物らしく塗装するなゲームプレイがあるいはそれ以上に重要なことになったと、そういう人たちにとっては。まあ、今もそういう人いっぱいいますよね。確かに、リアルすぎると、かえって、ベトナム戦争の負の記憶が蘇ってしまう。でも、自害状ってベトナム戦争にあるんでしょうか？いや、あれ前じゃないかな。日本で売ってたの最中だけど。あれ多分、朝鮮戦争あるぐらいじゃないかな。朝鮮戦争かに。草間さんとか GI 城とか遊んだんでしょ？いや、遊んでないけど、ね、GI って言葉は耳に来てる。はい。はい。まあ、GI 城っていうと、こっち亀の亮さんが遊んでるのがいい。まあね。亮さんの年齢もいろいろと、そうなんかしてるから。いくつだかわかんない。でも、コマーシャルよく覚えてますよ、私の GI 城は。ああ、じゃあ、瀬戸さんの世代が GI 城なのかな。違う。日本だと世代的にそうなるんじゃないかな。ただあれ高いから買ってもくれなかったけどね。あれって遊ぶものなんですか？飾るものなんですか？いや、飾ってもいいし、遊ぶでもいいし、みたいな。遊ぶってのはただ日本の場合、遊ぶのは本当にただのごっこ遊びにしかならないから。なるほど、そうそう、そんな感じの。GI 上はステップオフしたりはしない。はい。まあ、ミニチュアゲームの話が出てきてるわけですね。はい。で、まあ、現代版のミニチュアゲームはアメリカでは極めて控えめに、って感じですけど、発達したと。まあ、ヨーロッパと比べたら確かにそうなのかなという。まあ、本格的な政府官僕鉱物なくて、それはそうだ。それはそうでしょう ね、ヨーロッパの、やっぱり、ミニチュアゲームのイメージはヨーロッパですよね。チャーチルの、とりわけイギリス。博物館、資料館とか行くとすごいセット置いてあったりするから。いや、そもそもミニチュアの伝統があんまり、アメリカないですよね。ヨーロッパすごいから、ヨーロッパのミニチュアってものすごい凝ってるもんね。アバンヒルのいいとこは、やっぱそこはやっぱデザインセンスがあって、ある種センスが、うん、抽象的な。うん、あれリアルすぎるとやっぱりちょっとプレイしづらいかもしれない。うん、まあ、あのスタイルのゲームだとね。うん、はい。見たって WW2 だから。うん。うん、まあでもアクシーズランドですか。あれはまあ。あれはそこからもうちょっと時代が経ったってからですね。あれだって80年代、90年代でしょ。80年代です。そうか。どういう話？まあ、ミニチュアゲームは本格的な政府観光物はなくて、普通ないと思いますけどね。うん、まあそうですね。で、ゲーミングの出版物で最も興味深く学問的なのはアマチュア向けの雑誌だったと。まあ、それ大体ナポレオン戦争の焦点を置かれてて、学術的な評価は高いけど、ミニチュア関係のファンジーにしか知られてないと。まあ、これもよくある話です。で、まあ、文献で立証はできないけども、信用されているミニチュアゲームのほとんどはルールが出版されてもいないと。このトランプゲームの世界にも。うん。まあ、でもそんなもんでしょうね。要するにミニチュアってお互いの合意で何かやれればいいわけだ。まあね。まあ、ソイハクの地域的ミニチュアクラブと非公式グループの手で、ルールが作られてるんですか？ごっこ遊び。もう、考えないですよ、ね。ルールがそんなにかっちりしてるわけでもないっていうか、うん、まあ、後に RPG につながるような話は。もろに出てますけどね。カンオハンマー買ってますけど、迷子ルールついてるので、大したもんだと思います。いや、すごい、まあ、よくあれ商業的にやってるよな、そこまで。で、まあ、1970年代にファンタジーや SF や RPG との連接で支援されたが、ここで初めてファンタジーとか SF とか。あ、ちなみにベトナム戦争の最中ってゲド戦記が人気だったんですよね。
はいはいはい、うん、割と有名な話で、なんか戦争があるとゲド戦記人気出るんだよみたいな話があって、面白い、うん、一部のオーハンマーファンの間ではそんなになんかこれはがっちりやるようなタイプのルールではないぞみたいな話もあって、うん、あ、もちろんそうですね、あのファディなんで、うん、あれはワットでしょうね多分ね、だってミニチュアワット置いて上下で測ってるとか自体がもうすでにファディなとこあるんで、うん、極端に言えばだから品質協定みたいなのがあって、なんかで、まあいろいろとややこしい、多分作り込んだミニチュアでガチでやっすると喧嘩になるからじゃないかと思う、なると思う、だから紳士協定でお互い褒め合ってやるみたいな、スポーツマンシップみたいな感じの、なんか大変なんです、うん、まあアメリカのミニチュアウォーゲームはベトナム時代から限定的機関紙から脱出できていないっていうのが、まだ1990年ぐらいのアメリカの状況です、うん、今とちょっと違うんじゃないかなと思うけど、今はそうですね、あの当時ほど全くミニチュアがないわけではないですよね、うん、